九州を代表する美味しいものの宝庫、福岡市博多でのコレうま探し。早速聞き込みをしていると、博多マダムから有力な情報が。吉塚うなぎ。吉塚うなぎさんですか。行ってはないんですよ。いつの行列。うな丼が食べられるんですか。うな丼幕の内。はい、博多っ子なら知らない人はいないという老舗のうなぎ屋さん、早速行ってみることに。あ、こちらです。ありました、吉塚うなぎ屋さん。もう並んでますね。オープン前ですけど、行ってみましょうか。オープン前にもかかわらずすでに行列が。果たして許可はもらえるのか、恐る恐る取材交渉です。だから、ね、博多で美味しいグルメを探して、はい、突撃で取材をさせていただくっていう企画をやっておりまして、はいはい、ぜひ取材を今からこうやらせていただけないかなと思いまして。夕方だったらまた大丈夫だと思います、ちょっと今はもう全席埋まっているので、はい、そうですよね、できるお席がないんですが、はい、端からでいいです。 ありがとうございます。というわけで夕方再び訪れることに。続けて聞き込みをしていると気になる情報が。餃子も結構いっぱいあるみたいですね。餃子が有名なんですか。鉄鍋餃子っていうところはすごい有名で、はい、鉄鍋餃子、はい、さらにうどん。うどん有名なんですか。はい、博多はラーメン屋よりうどん屋が多いです。大地のうどんとか、大地のうどん、あそこのごぼう店って丸くリングみたいに揚げてあって、うどんの丼の上に輪っかみたいにポンって、美味しそうですね。続々集まる気になる情報、まずはうどん屋さんに行ってみることに。あ、ここですかね。あ、ありました、大地のうどんです。お店があるのはオフィスビルの一角ということで、まずは電話で取材交渉です。すみません、はい、私旅サラダという番組のものなんですけども、はいはい、今から取材をさせていただくことってできますか。こちらの対応できませんけど、入りますか、はい、行列なんですよ。あ、行列ですか、はい、今どれくらい並ばれてますかね。わー、わかんないですか、30名ぐらいと思う。30人ですか、はい、お昼時過ぎてからお伺いさせてもらうことってできますか。はい、はいはい、大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。実はこちら地元のテレビ番組で福岡ナンバーワンにも選ばれたという大人気店。お昼過ぎまで待ち、人気の肉ごぼう天うどんをいただきます。すいません、お待たせしました、肉ごぼう天うどんでございます。すごい、揚げたてでお待ちのようでお待ちください、はい、ありがとうございます、いただきます。おっきい、薄切りにしたごぼうを輪っか状に仕上げた特製のごぼう天に、麺が柔らかいと言われる博多のうどんでは珍しいコシのあるツルツルとした自家製手打ち麺で仕上げたこちらのうどん、まずはごぼう天からいただきます。本当のごぼうだね、はい、衣にお出汁が染みて最高ですね。これは美味しいわ。そしてこのごぼう天の下に、うわ、お肉がいます。うどん細、透明感がすごいツヤツヤしてますね。いただきます。なんか初めて食べる食感です。柔らかいんですけどめちゃくちゃコシがあります。このごぼうがうどんを美味しくしてくれてます。主演女優賞です。ごぼうに拍手。美味しい。ここで時間は4時、先ほど許可をいただいたうなぎ屋さんへ。創業150年、老舗のうな重をいただきます。うわぁ、綺麗なお重、はい、開けてもいいですか。うわぁ、美味しそう。大きいですね、一切れ一切れ。静岡や宮崎、鹿児島産のうなぎを使い、もみ、叩きながら焼くという独自の手法でふっくらと焼き上げたかば焼き。これをほんのり甘い特製のタレにつけながらいただきます。ご飯と別なんだよね、はい、
んかパリトロ、香りがめちゃくちゃ香ばしいですね。そうですね、はい、独特のこなしっていう焼き方で焼いてるんですけど、はい、ふっくらと仕上がる、まあ、外はカリッと中はふわっとという感じで。あ、でもね、上品な脂がすごい乗ってますね。そうですね、うん、あ、もう噛めば噛むほど旨味がね口の中に広がってどんどん美味しさが上がっていきます。もう美味しさがうなぎ登りです。お上手です。見るのが怖かったです今。どうでしたか？ OK です。OK ですか？よかった。怒られるかなと思って、はい。ありがとうございます。続いて向かったのは先ほど情報をもらっていたもう一つのお店。あ、ありました。餃子鉄鍋さんです。え、すごい行列、10人以上並んでますね。どうしましょう。一回電話してみて取材が OK だったらちょっと並んでみましょうか。いざ取材交渉です。はいはい、今あのお店の目の前にいるんですけど、はい、もうすごい行列でお忙しいっていうのはもう承知なんですけど、はい、あのもしよかったら取材をさせていただけないかなと思いまして。どんな取材ですか？私が行列に並ばせていただいて、はい、お店に入って餃子を食べてるところを撮影させていただくって感じになります。あ、大丈夫ですか？はい、並んでもらっていいですか？ありがとうございます。すいません、はい、忙しい中、はい、後ほどよろしくお願いします。はい、失礼します。 OK です。優しい。はい、行きましょう。なんと行列にもかかわらず取材 OK いただきました。本当にありがとうございます。待つこと15分、ようやく10番が。失礼します。うわ、すごいお客さんがたくさん。創業50年以上博多っ子に愛され続ける人気の餃子をいただきます。おー、鉄板、うわ、ジュージュー言ってますね。豚肉とニラをたっぷり使った種を手作りの皮で巻き、特製の鉄板で焼き上げたお店自慢の餃子です。うん、お、カリジュワ、カリカリの皮が揚げ餃子みたいな感じで肉汁が閉じこもってます。肉汁爆弾ですねこれは。あ、ありがとうございます。すいません、いただきます。うわ、美味しい餃子にはビールですよね。優勝です。美味しい。何これ。というわけで今回見つけた3つのコレうま商品の中からプレゼントに選んだのはうなぎです。